していってね。この動画は、読んだ漫画の感想、レビューをする動画となります。大体6作品くらいをまとめてレビューするのぜ。なるべく辛辣にならないようにはしているつもりですが、好きな作品を酷評してしまったら、本当に申し訳ない。あくまで、おまんじゅうはこう思うという独断と偏見なのぜ。それではレビューを始めます。悪役霊嬢転生おじさん、なんか見たことある名前だな。と思ったら、まさかのつまぬだ格闘街の人が作ったナロー系作品。つまぬだ格闘街ってドラえもんを二次創作したキャラが、ストリートファイターをするっていう意味がわからないけど、めっちゃ面白い漫画なのぜ。で、この漫画はその後2本の連載が打ち切りになった後に、トレンドを学んで作ったら、バズった作品、過去のこの人の作品と比較してコメディだし、悪役霊嬢ものだしと、少年漫画描いていた大御所が作った毛色の違う作品。内容は、オタクの50歳くらいの公務員のおじさんが、なんやかんやあってオタクの娘が遊んでいた乙女ゲームの、世界の悪役霊嬢に転生。そこから、おじさんとして培ってきた霊説だったり、社会人スキルを駆使していたら、なぜかメインヒロインからメインヒロインの攻略対象であるハーレム候補たちまで、全員を籠絡するという、普通に悪役霊嬢していたら、なぜか周りの好感度がマックスですという勘違いなろう系作品。ここからややネタバレみたいなことになるが、この漫画はほぼ唯一の渡るやラムネ、レイアースのようなの昔の異世界転生もののシナリオであり、途中出てくる主人公のリアル世界の妻と娘のカメハメハ、親子芸とか、細かいオタクネタが面白い。俺じゃなきゃ見逃しちゃうのぜ。この漫画は本当に、昔のオタクが作ったナロー系作品であり、昨今の世代が作ったナロー系とは毛色の違う、読んでて安心できるような作品であり、ダブルオー以降のガンダムを見てる世代が、リバイブされたゼータガンダムとかを見てるような、そんな懐かしさを感じることができる作品。一応解説すると、過去のラムネとかレイアースみたいな異世界転生ものと、2010年以降に生まれたナロー系作品には大きな違いがあって、それは2010年以降のナロー系の主人公たちはほぼ例外なく全員異世界から現実世界に戻ろうなんて夢にも思わないことなので、渡るとかレイアースも前半の目的はどうやって現代社会に戻るかって部分が初期目標だったりするからね。これはもう一重に、過去の渡るとかの時代はバブル崩壊後でまだ現代に希望があったが、バブル崩壊の余波が定着したデフレ時代においては、リアル世界にクソほども希望がないからです。基本的に、人間が幸福に生きられるかどうかは、運良くインフレとかの成長時代に生まれることができたか、運悪くデフレの調整時代に生まれるかによって決まるのぜ。デフレとインフレというのは必ず発生する心拍数みたいなものです。メダリスト、これはもうマジでガチで面白いスポコン漫画であり、ガンバフライハイとかが好きならガチでハマるし、おまんじゅう的にはガチでマジで、超絶ウルトラパイハースペシャルおすすめな漫画。内容は、フィギュアスケートのプロを目指してもがいているが、フィギュアスケートを始めた時期が中学校からだったという、クソ激烈に遅かったために苦労人をしているセミプロのフィギュアスケート男が主人公1。で、この男がバイトしているフィギュアスケート教室にて、ダイヤの原石を発見。この JC はすっごくフィギュアスケートをやってみたいが、家族の確執とかなんやかんやあって、フィギュアスケートしたいけどできないって東四郎。この東四郎の熱意に惚れた主人公の男が、前半は JC の家庭環境の課題を解決して、環境を作ってあげて、ここからフィギュアスケートを始めるにはくっそ遅い JC という時代だが、二人でてっぺん目指すというスポコン漫画。まず、普通にすげえなって部分は、フィギュアスケート何胸のっていうのをしっかりできているので、この漫画を読めばガチフィギュアスケートの採点方法とかがわかるようになるので、ガチフィギュアスケートを見てある程度楽しめるようになると思う。次に、フィギュアスケートって環境が取り巻く、女社会のアレな部分の描き方が秀逸であり、フィギュアスケートは、3歳とかそういった時代から始めないと、てっぺん目指せないっていうあるあるだったり、ジパングというのは実はフィギュアスケート先進国であり、てっぺん目指すには、日本大会で好成績を残さなければならないが、その日本大会が実質の世界大会って言ってもいいくらいの、フィギュアスケートって日本人選手が強すぎるから、ある程度才能のある子供たちは、一切活躍できない戦国時代だって部分とか、コーチは、才能のある子にばかり集中すると、カッチャマたちの監視に引っかかって、不公平お前クリアって関西クレーマーが発生する世界ですよとか、しっかりリサーチしていないとわからない小ネタとかをふんだんに使っている誠実な漫画。セクシー田中さんのドラマかなんかにあたって、脚本家がベリーダンスのことを調べていないっていう話かなんかがあって、それが不誠実だろっていうのがあって、その作品が誠実か不誠実かっていうのは少数の読者はわかるのぜ。で、手間かかっているな、とか誠実にリサーチしているなって作品は、
それだけ他の作品と比較して有利だから、リサーチは大事。古事記にもそう書かれているのぜ。例えば、変人のサラダボールも探偵って仕事や信仰宗教ってのをしっかりリサーチして、シナリオに落とし込んでいるから、読んでてはえってなるし、くっそ面白い。この漫画も、教育かっちゃまたちの監視の目って打ち毛羽みたいな部分を、お上手に表現できてて、このネタを知ってて差し込むか差し込まないか、で漫画としての品質が大きく上下するからね。ガンバフライハイでも森末慎二が鉄棒の横を使って技ができないかって、アイデア出していたってシーンを見た時に、よく調べてるなって思ったし、少なくともおまんじゅうたちは、そのシナリオを読んだ時に、この漫画クソ激烈に面白いなって思ったのぜ。それとこの漫画を読んだ時に、2020に最適化されているなって思った部分は、ヒーローヒロインの二人三脚のシナリオにしてあるって部分で、ガンバフライハイとかの場合って、主人公がいて、コーチは脇役って感じなんだけど、この漫画は、コーチも現役って設定だから、コーチはコーチで、メンタル的な部分で垢抜けられない状態にあって、そこをこのダイヤの原石と触れ合うことで開花していくっていう、どっちかが欠けても漫画として成立しないって部分がガチでモルトベイね。超絶ウルトラハイパーおすすめの作品。沖縄で好きになった子が方言すぎて辛すぎる。まんまな感じのラブコメであり、東京鳴門海に住んでいる高校生の男の子が沖縄に引っ越して、沖縄の牧歌的な高校で、沖縄の JK たちとスローライフをしつつラブコメをするという漫画。この漫画のガチですげえなって思う部分は、ここからもしかしたらネタバレ?になるかもと、おまんじゅうはある程度しか巻数を読んでいないので、その後どうなったのかわからないから、まあ、話半分で聞いてほしいんだけど、本来、ナルトのヒロインに桜を用意していたんだけど、あれ?日向に人気が集まってきたから、これってもう日向メインのシナリオでよくない?って感じで桜がどんどん早くになっていくという、柔軟な思考ができる漫画な部分。ちなみにうちらおまんじゅうは走りろこうって、ペリカンが好きだから、走りろこう推しなのぜ。それとこのラブコメとベネな部分は優しい世界であり、登場人物にほぼクズが出てこないという部分が、ラブコメをたしなみたいという人向けにできててベネ、大抵のリアル社会だと、スピーカーというかゴシップ大好き、マウンティング大好きっていうクズがクラスに一人か二人いて、そいつらがいることで、心理的安全性が下がるから、学校とかが居心地の良くない場所になるんだよね。雑に解説すると、例えばホモに対して 100% 理解のあるクラスなら、その中に住んでいるホモの人は安心してホモ発言できるのぜ。でも大抵の場合はホモに優しくない世界だし、クズのスピーカーがホモに対して、ホモってキモウッとかってクズ行為をするから、ホモは安心してホモカミングアウトできないとか、まあそんな感じが心理的安全性ってやつなのぜ。それと重箱の隅を用事でほじくる発言するんですが、この漫画で、沖縄の人は自分のところの、サーターアンダギーが一番だと思っているあるあるって、ネタがあってそれが本当なのか気になって、私、気になりますのぜ。沖縄生まれの人に聞いたんだけど、え?そうなの?って感じで全くそんなことはなかったでござるの巻。まあ、聞いた数が1だからたまたまその人がってことかもしれないけどね。ただまあ昔に国際弁護士って言っている NY かなんかで働いていたっていう、バラエティのタレントが、NY で動物の毛皮のコートなんか着てたらペンキぶちまけられますよありえない、とかって言ってて、これも気になったから NY 生まれのシティボーイにそんなことってあるの?って話を聞いたら、自分の人生や、自分の周りでそんな話は一度も聞いたことがないってことで、おまんじゅうの発言も含めて、マジで、この手の話ってヨタ話だって思ったよ。本当にこいつら、おまんじゅうも含めて適当なことしか言わないのぜ。だから、それがヨタ話なのか、証拠、エビデンスのある話なのかをちゃんとそうと分けして、超絶面倒くさいけどヨタ話をする前に情報ソースを漁った方がいいのぜ。いずれ最強の錬金術師?作画もお上手だし読みやすいスローライフ漫画、シナリオはなんやかんやあってチート得点をもらって、異世界転生した男が主人公。基本的に何でもできるチートなので、極上のポーションを作成して、推薦便器を作って、デバフ持ちの奴隷をチート回復魔法で籠絡してという感じで、何でもありを何でもするお手軽お気楽なロー系作品。この漫画はわりかし昔から長期連載をされていたが、2024年にアニメ化が決定した経緯は、面白くないわけじゃないし、作画もシナリオも普通よりは全然品質は高いんだけど、他にもっとアニメ化した方が良い、高水準の作品があるしなーって感じで、目につくアニメ化した方が良い作品は、
一通りアニメ化してお鉢が回ってきたという感じの作品。この漫画は電車内の暇つぶしに使うよりも面白いのぜ。一瞬で治療していたのに役立たずと追放された天才治癒士、闇ヒーラーとして楽しく生きる無能パーリーに所属していたヒーラーの男が主人公。こいつがテンプレ通りめでたく構築された後にエルフのメインヒロイン1の幼女を助けてヒロイン化して、その後町の貧民街で闇医者を始めるという漫画。この漫画はその後その貧民街で対立している獣人とかリザードといった三種族ギャングたちの問題を解決したり喧嘩の仲裁をしたりしながら、三種族のリーダーは全員女なので疑似ハーレム化に成功。そうやって疑似ハーレムを拡張しつつ、ギャングの構想を仲裁しつつ、主人公がいなくなったことで自爆した無能パーリーのうざがらみをなんとかしつつという感じの漫画。どうでも良い重箱の隅を用事でほじくる話だが、拳銃の弾の表面に猛毒を塗っても意味がないという小話を一つ。理由は拳銃の弾は超高速で発射されて、その発射される過程で火薬と摩擦熱によって拳銃の表面についている毒が蒸発してしまうからなのぜ。ファンタジー世界なら魔法で毒とか何でもありだと思うけど、リアル世界で拳銃と毒の組み合わせがほとんどない理由は蒸気の理由なのぜ。